1871、または、グ71は、プロイセン王国のパウル・モーゼルとビルヘルム・モーゼルの兄弟によって開発され、1871年にドイツ帝国に採用された、モーゼル式、ボルトアクションライフルの元祖である。1870年から71年の間、数多くの様々なライフルによるトライアルが行われ、モーゼルの主要な競争機種は、バイエルンの ベルダー M1869 小銃であった。モーゼルは1871年の終わりに仮採用され、適切な安全装置が追加開発されることとなった。本銃はバイエルンを除いたドイツ処方によって採用された。作動機構は、不仏戦争の間に主力小銃となっていたドライゼ銃に基づいていない、新式の設計であった。現在、 高く評価されているモーゼルの翼型セーフティーレバーはゴベア71のために初めて開発された。ゴベア71は合計1 1ミリメートルの黒色火薬の金属薬莢弾薬を使用する伝統的な外観のボルトアクション小銃で当初は単発式であった。ボルトの先端部分は本体部分とは別の部品で側面には閉鎖用の突起が1個設けられており 後世のマウザーロックとは異なる構造だった。最初のモデルは長術のように断層を持たない単発式だったが、1884年にアルフレート・フォン・クロパチェクによって設計された8発入り環状断層を取り入れられて改良された。この改良されたモデルはゴベア七十71、84と名付けられた。筒状断層は先台の中に収められ、 重心とは平行に配置されていた。ボルトを操作して交代させると、球団トレイが連動して、弾層の中で前方から後方へ送られてきた弾薬一発を持ち上げ、ボルトを前進させると弾薬が薬室へ押し込まれる。銃の機関部後方の左上に切り替えレバーが設けられ、レバーを後方に引いておくと連発、前方へ押しておくと、球団トレイが上昇のまま固定されて、単発となった。 手入れ用のアライヤは装備されず、断層の先端に見える棒は、左重に用いる固定式のものである。池には携帯用の清掃具セットが支給された。1888年には、モーデル1888小銃に置き換えられた。第二次世界大戦末期には、兵器不足から、兵器庫に保管されていた、G、G71 も引っ張り出され、国民突撃隊に支給された。 ありがとうございます。